東海島東火島の砂浜東火島の木に伊尾の増東火島は、石膏省長山群島の島の一つで、陸地面積40.97平方キロメートル、人口2万人を余り。島の全域が長山市不濁島家賃に属する。東火島は札山や朱谷とガリ島の南方にあり、周囲は多東海で大小の様々な島が散在する風景を楽しむことができる。 東海島は大体筆型をした長細い島で北西から南東へ伸びており、長さは1 1 5トル、中央部の幅の広いあたりで幅6 5トルほど。ごつごつした峰が連なる山がちな地形で、島の中南部にある安貴峰は朝山群島の最高峰である。安貴峰の北側には東湾という東へ開いた湾があり。 その奥に千歩金車という長い砂浜が続いている。2007年に東丘島は国家旅遊極区クアット永久景区に指定されており、これは長山市では札山に次ぐものである。その他、東丘島は石膏省の風景区や観光スポットを列挙した様々なリストに挙げられ、模範的な漁村、農村の称号も多数得ている。東島には東金 東海、佐古、大仏岩、県古島、東海港の六大景区、金社日室、金竜八木玉、暗記雲武などの十二大景観、男子宝、東海神玉、白鈴目寺、西音堂、暗記連単堂、観音坊会、千人橋、千草岩などの名所百以上がある。2006年の来島観光客数は60万人を超えている。武小説家、金伊の作品には、 十日島という島が登場する。作中の十日島は、東海中の孤島で、桃の花びらが舞っており、当社公約市の本拠地となっている。武術家の弟子が多数集まるほか、島内には五行鬼門という仕掛けが貼られており、常人には島の中を迷わず歩くことも脱出することも不可能である。現在の東海島は、金伊作品のモデルであることを観光の目玉の、 一つにしており、小説、映画、ドラマで、金伊佐作品に触れたファンが多数来島する。島には、金伊佐文化園があり、地方政府とドラマ制作者、長期中が作ったものの黄金の無駄遣いと物議を、醸した、金伊佐の像が立っている。1752年11月、日本の気仙沼の海鮮、かすが丸は、タバコや、海産物を運ぼうと調子に向かう途中に、 暴風雨にあって太平洋を漂流し4ヶ月後に東海島に漂着した。先導伝兵をはじめ13人の船乗りは島民から手当てを受け1年半後に長崎を経て無事に故郷へと戻った。この故事をきっかけに気仙沼市と長山市は友好都市関係を結んでいる。ABC 本外術、東海旅遊館方、モータン友好都市 人物の傷の先導伝兵と騎兵。ありがとうございます。